割と使いやすい色でした。ナチュラルで、うん、好きな色なんですよ。私これ結構好きな色。こんにちは、ヘアメイク職人バケコです。今日はバレンタインメイクということでやってまいりたいと思います。このチャンネルでは40代50代以上の悩みをヘアメイクで解決しております。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、今日はちょっと可愛いこのジャンパー、私お気に入り。このサブチャンネルでね、見ていただいてた人は、ああの時のって気づいてるかもしれませんけど、スタイリストさんが、ね、私のお友達のスタイリストさんが放出していた、スタイリストバザーで買ったジャンパーです。可愛いでしょこれ。今日は可愛いメイクしていきたいな、やっぱりバレンタインだからっていうことで、ポール&ジョーさんからたくさんプレゼントいただいたわけですよ。ね、1月に発売されたこちらのアイ&フェイスカラー、はい、可愛いのよ見て。ほら、こんなのだったり、こんなのだったり、フェイスカラーとアイカラーどっちに使ってもいいよみたいな感じ。リップクリーム、可愛い。これもポルジョさんからプレゼント、かわいい、見て、にゃん。もうすぐにゃんにゃんにゃんの日ですよ。皆さん、にゃんにゃんにゃんの日は何の日か知ってる？それはね、漫画でバケカツ発売の日です。にゃんにゃんにゃん、まあ、全然関係ないけど、にゃんにゃんにゃん、色はそんなにつかないと思うんですけど、リップクリーム、匂い違い、あー、いい匂い、あー、いい匂い、あー、いい匂い。こちらもちょっといただいたんですけど、こちら眉マスカラ、こちらですね、すごく発色がめちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいんですよ。これカーキのアイライナーと、これピンクのアイライナーなんですけど、ちょっとね、これだけだと私の目にはね物足りないから、ちょっとアクセントで入れられたら入れたいなっていうふうに思ってます。これピンクのアイライナー、うん、ねっていう感じで、この辺を中心に使いながら、他のも混ぜながら、ちょっと今日はメイクをしていこうかなと思います。はい、日焼け止めまで塗ってるので、まず下地から。下地はね、セザンヌの UV トーンアップベースホワイト、こちら使っていこうかなと思います。結構トーンアップするんだよ。つけすぎ厳禁、つけすぎ厳禁な感じで、今日はあえてファンデーション塗ろうかなと思います。セザンヌ、ちょっとセザンヌクッションファンデ、これ塗っていきます。今日使うの10番。はい、あ、つけすぎた、つけすぎた。顔の中心だけ少し軽くのせときます。気になるところだけね。続いてチークね。チークは私の場合はシミを隠さなきゃいけないから、下地の仕込みが必要なのよ。なのでカネボウのアリクロノビューティーカラーオンチーク01番部分用日焼け止めジェル、可愛い色じゃないの、ほら、どうよこの色。ちょっと初めて使う、マジで初めて使う。どんな感じだろう、ちょっと緊張する。あ、可愛い、これはちょっとテンション上がる色だ。ベビーピンク、色出にくいかもしれん。出てる、出てる。ちょっとね、これは多分シミ消したら消える可能性があるけど、ちょっと広めに、ちょっとちょっとなんていうの、パウダー効果も多分、これね、酸化チタンとか酸化亜鉛とかが何か入ってると思うんだ。ちょっと粉っぽい感じっていうか、定着もいいから落ちにくいと思います、すごく。うん、さあ
メインイベントアイカラーのお時間でございます。これをメインで使ってみようかなと思います。これを使います。これいきます。あ、綺麗じゃん。綺麗な色ね。ちょっと重ねてもうちょっと発色させていこうかな。もうちょっと重ねていこうかな。ちょっと内側の方少しグラデーションで少し濃いめに、うん、黄色ちょっと入れてみようかな。黄色ちょっと冒険だけどちょっと黄色ここに入れてみよう。目尻なんでねここにちょっと黄色入れようかなと思ったかっていうと、目尻だけ少しあのピンクのアイラインちょっとだけ入れたいなと思ってて、下がピンクよりもちょっと黄色が入るとアイラインが少し入るかなと思って、ちょっと目尻のでもあんまり黄色は出ないね。私がオークル人種だからかもしれないけど黄色はあんまり出ないね、色が。あまり出ませんでした、はい、ちょっと目の下にも同じピンクを少し入れて、はい、こっちも入れていく。結構発色いいですね。結構綺麗な、綺麗に発色する。で上にちょっとぼかしていくよ。で目尻にちょっとここ黄色入れるんだけど、これ黄色はあんまり発色しなかったね。黄色はあんまり発色しないけどちょっとぼかしておきます。でアイラインいきたいと思います。ね、目尻にこのピンクのポール&ジョーのピンクのアイライナーを、これどんな色、ピンク、この色を入れたいのだが、私はこのこれだけで仕上げると目力がなくなっちゃってちょっと不満タラタラになっちゃうので、ちょっとこちらのキスソフト&スライナー、キスのソフト&スライナー、これ何色？02番チェリーボンボン、これはこんな色、少しブラウン寄りの、こちらでちょっと目を締めていきます。ちょっとね、優しい優しいから黒目の下だけちょっともうちょっと締めたい、私は。なのでケイトレアフィットジェルペンシルブラウン2番、これをちょっとね黒目の上側だけインラインスコアを足します。そしてこのピンクうまく入れられるかな、入れていきたいと思います。目尻ちょっと足していきます。ここに、あの目がたるんでいて、目尻がたるんでてこうやってやるとあの皮膚が引っかかるっていう人いると思うんです。私もそうなんですけど、そういう人は外側から中にやると入れやすいです。ちなみにこうやってやるとこういうふうにちょっとこう皮膚がこう引っかかっちゃう、たるんでるから皮膚に張りがないからこういう風になっちゃうっていう人はこういう風にやると入れやすい、外側から中にね。まあこれがいいかどうかは分かんないけどこういうことにしとこうか。でこっちも入れていきます。じゃあマスカラいくよ。マスカラは
とりあえず下地、最近これ結構下地としてはとても私はお気に入りのメイベリンです。やっぱりメイベリンさんラッシュニスタプライマー、うん、あのコーム型よりはブラシに近い感じなんだけど、これコーム型が好きな人も好きかもしれないし、ブラシ型が好きな人も好きかもしれない、両方いける感じの作りではある。で、あのナチュラルに本当にあの嘘つきマスカラが好きな人はこれ好きだと思うよ。あ、くっついた、つけた。で、マスカラをどれにしようかなと思ったんですけど、色のことだけで言うとこのキャンメイクのこのマスカラ好き、クイックラッシュカーラーのこれ何番 LM 紫っぽいやつ、こちらをつけていきます。嫌いなのよこのカールキープもコーム型も、だけど色は大好きなの。じゃあ眉毛いきます。眉はセザンヌでちょっと軽く足そう、軽くちょっと足します。優しく描いとこう。はい、眉マスカラいきますよ。04番、これ結構色が出るから、優しい色かっていうとちょっとそんなに優しい色じゃなくて、割とシャープな紫なんですよ。これね、地肌になるべくつけないように毛だけをすくいたいところ、ちょっとグレッシュな感じに、こんな感じね。まあまあ紫です、はい、こっちもつけていきます。じゃあ染み消そうか。ちょっとね、最近ね、あのこのセムのピーチベージュとセムの 1.5 をちょっと混ぜて使ってる。それぐらいがちょうど私にはいい。ピンクだけだとちょっと白いんですよね。この筆の方がやっぱりね、調節がしやすいんで、量のそれも一個利点ではあるよね。こう混ぜてこう筆で置くっていう利点、つけすぎないで調節がしやすい。トントントン、乾燥しやすいとこからこうトントンしていくのがコツね。一個ね、これぐらい消えればいいでしょ。目の下のクマもたるみグマもちょっと消しておきます。キャンメイクのオレンジ、これはね、そんなに乾燥しにくいからすごい急がなくてもね、こことここちょっとだけ、ちょびっと
欲張るな。はい、ぼかしながらこの線に合わせてちょっと上にこうぼかしていく。ここをブーってちょっとなじませたらこの線に合わせてちょっとぼかしていく。まあ、こんな感じかな。リップ、このどれにする？このトロピカルにしようか。これね、匂いちょっとみんなに説明する？待って、こちらのですね、これ2番ハッピートロピカル、トロピカルフルーツの香り。はい、美味しそうな匂いがします。はい、こちら1番ね、ピンクよ、ストロベリーポップ、いちごの香り。イチゴってこんな匂いなのか分かんないけど甘い匂いします。いい匂い、どの匂いが好きかで選ぼう。でこちら3番、サンシャインオレンジ、オレンジの香り。うん、オレンジの香り、これオレンジの香り。私ね、トロピカルフルーツにしよう。これちょっとリップ、これね、勇気いるでしょ、これ勇気いると思う。さっきです、どこからつける？耳？鼻？どこからつける？めっちゃ勇気いるのよ。顔からいくわ。顔でいくわ。いくよ。ごめんなさい。色はついてんのか？ついてないでしょ、これね。やっぱりリップクリームですね。ありがとう。じゃあこれリップクリーム塗って口紅選びます。今日はね、フジコの中からこれ選ぼうかなと思ってます。1番が独占欲、2番が羨望、3番が甘美だってね。ちょっとどんな色か見ていきましょう。はい、まず独占欲、これね、実はね、もう仕事で何回か使ってんの。もうこれ結構使いやすい色、すごく使いやすい色。そして羨望、オレンジ、オレンジね。でそしてこれがね、ブラウンっぽいんですよね、甘美。割と使いやすい色でした、ナチュラルで。うん、好きな色なんですよ。私これ結構好きな色だけど、使いやすいの、これ仕事ではね、結構これがはっきりして使いやすかった。で今日私はどれを選ぶか、やっぱり私3番にしようかなと思います。でもこれも結構発色するね。なんか家で使った時はね、これもっと落ち着いた色だった。だから結構ね、定着もいいんだよね。色が結構残るんですよ、この色。ブランパー効果もありながらも、ちょっとこうティントっていうか色が残りやすい。まあもうちょっと本当はちょっと違うね。いいか。さあ最後にちょっとチークを少し足してみようかなと思う。これはね、ここをちょっと足しとくかと思うの。あえてのちょっと透明感、ちょっとねハイライト効果みたいな感じになると思うんですけど、少しつけました。ちょっと収めます。これも同じ理由ですよ、粉粉しくしないように筆にしっかり収めて、ちょっとこれはちょっとさ、ちょっとツヤが出るくらいじゃない？これはね、透明感、うん、ちょっとやっぱりチークとしては弱いから、これ足すか。
これはでも発色がすごくいいと思うので注意が必要。あ、これだけでも結構いい感じの発色かもしれない。かな。はい、こんな感じで今年は誰にあげようかな。伊藤くんにあげようと思います。バキコさんは、うん、そのバレンタインの思い出とかエピソードってありますか？私、娘がね、小さい時ね、小学校の時ね、もうキッチンを占領して友チョコ作りに励むわけですよ。何もできなくなるの。冷蔵庫の中もチョコレートだらけ。これが私の最大の、バレンタインデーの思い出です。まあでもね、私もくれるんです。私ももちろんくれるわけですよ、娘は。はい、皆様どんな思い出がありますか？ぜひコメント欄で教えてください。はい、ではバイバーイ。チャンネル登録